安仁親王妃節子様の生涯。今回ご紹介するのは秩父宮安仁親王妃節子様です。会津魂をその身で示した父松平常雄、平民から皇室に上がるきっかけとなった大正天皇の妃である貞明皇后、ロマンスが噂された昭和天皇の朝廷秩父宮安仁親王、そして生涯通して深い関わりを持ったイギリス王室、それぞれの人物との関わりを通して節子様の生涯を深く掘り下げていきますので、ぜひ最後までご視聴くださいね。ロンドンっ子としてご誕生。1909年9月9日、安仁親王妃節子様はイギリスの首都ロンドンの郊外で誕生されました。父は外交官の松平常雄、母は佐賀県の鍋島藩主の孫信子、同じくロンドンで生まれた兄一郎、後に尾張徳川家へと継ぐ妹政子、溶接する弟次郎との4人兄弟。9の数字が並んだこの誕生日、さらに生まれた時間までが9時少し前だったということで、9月9日の重陽の節句にちなんで節子と名付けられました。ちなみに重陽の節句とは、子供の日でおなじみの端午の節句と同じく中国から伝わった行事で、邪気を払って無病息災を願う日です。菊の節句の名の方が馴染みのある方もいらっしゃるかもしれませんね。菊はちょうどこの時期に見頃を迎え、かつ邪気を払う花とされており、皇室に上がられた節子様のお印も菊。そう聞くととてもこだわりのある名付けのようにも思えますが、父常雄は名前はごくありふれたのがいいという考えの方でした。その結果、兄一郎の時には中英大使の小村寿太郎に名付け親を頼んだものの、提案された栄一という名前にケチをつけてしまい怒らせてしまったというエピソードも。そう、あの日露戦争講和のポーツマス条約や不平等条約改正で有名な、教科書に必ず載っているあの小村寿太郎です。そんな方が父常雄と母信子の仲人をされたというのですから、すごい話ですよね。ちなみに同じく教科書の常連である山本五十六も一家とは親しい仲でした。彼は後に元帥海軍大将となる軍人で、やってみせ言って聞かせてさせてみせ、褒めてやらねば人は動かじの格言で有名な方です。付き合いがあったのは節子様が16歳の頃、アメリカの首都ワシントンに移り住んだ時で、彼の当時の立場は大使館付きの海軍武官。兄一郎が日本に残ったことで寂しい思いをされた節子様でしたが、ダンスが上手で勝負ごとにめっぽう強い山本五十六と楽しい時間を過ごされたそう。節子様の生涯を追うと、まだ皇嗣妃の話すら出ていなかった幼少期から彼らのような著名人との関わりが見られるのですから、当時の外交官の重要性が察せられます。父の赴任地が変わるたびに一家揃って同行し、日本と海外を行ったり来たりした幼少期。ロンドンで生まれた節子様でしたが、生後8ヶ月で帰国することとなったため、高校生となるまで英語は読むことも話すこともできませんでした。1912年3歳の時には北京へ、続いて天津と、当時まだ清王朝だった中国の地で約6年間を過ごします。そしてちょうど小学校3年生となるタイミングで帰国した節子様は、母の希望で女子学習院小学科の編入試験を受けることに。しかし肝心の入試日に 4,5 日の差で間に合わず、とりあえず同じ東京にある第二公女附属小学校へと入学しました。欠員が出たため、予想外に早く編入試験を受けられることとなり、2学期から女子学習院小学科へ通学することが決定します。この編入試験の時のことですが、母信子は節子様を教師に託したかと思うと、用事を済ませてくると言い置いて一人で去ってしまったため、託された教師は面食らったとか。日本で生活した記憶がほぼない9歳の子供であれば、現代であっても試験が終わるまで付き添う親の方が多いことでしょう。このエピソードからも自由で自主性を重んじた家庭方針だったことが感じられますね。そんな節子様はご自身をのろまだった、優等生でも秀才でもなく努力型などと称されています。長男として何かと重んじられる兄一郎、病弱ゆえにみんなが気にかける妹政子、
末っ子で可愛がられる弟次郎に囲まれた環境で一番手がかからない子供だったという節子様。1925年、16歳となった時、今度は駐米大使となった父常夫についてワシントンへと赴き、英語に苦労する高校生活を送ることとなったのです。この時の節子様は、まさかご自分が後に皇室一と称されるほどの英語を話すようになるとは夢にも思わなかったことでしょう。朝敵の合図から皇室へ。旧皇室典範39条、皇族の婚家は同族または勅使により、特に認可せられたる家族に限る。戦前における各宮家当主を調べれば、平民どころか功績を挙げて家族の地位を得た新家族との結婚例すらなく、すべてが旧公家、旧大名家との縁組であることがわかります。節子様の叔母、つまり母信子の姉は、皇室に嫁がれた梨本宮妃逸子様であり、母信子も帝名皇后に仕える御用係。節子様も幼少の頃から帝名皇后とは面識があり、皇室とは浅からぬ縁があったわけですが、実は父常雄は平民の身分でした。そのため節子様のご結婚の際は、松平家の家督を継いだ叔父松平盛雄の養女に入り、それから結婚するという非常手段をとっています。ここで父母について少し説明いたしましょう。母信子の実家である鍋島家は裕福な家族で、公爵の地位にありましたが、一人ぐらいは外交官夫人にという祖母の意向により、父松平常夫との縁組を決断。一方、父常夫の実家である松平家は、幕末維新期の大混乱の中、薩摩長州と対立し、天皇及び朝廷に弓引く朝敵とされた悲運の一族。若い命を散らせた白虎隊の悲劇を知る方も多いのではないでしょうか。京都守護職を務めた最後の藩主松平容保は、孔明天皇の信任も厚く、武力で騒動を抑えようとする幕府の中にありつつも、寛容な対処を主張し続けた仁義を重んじる方でした。勝てば官軍、負ければ俗軍、まさに旧幕府軍と新政府軍の戦いである戊辰戦争で生まれたこの言葉は、たとえ道理にかなっていなくても、勝った者が正義で負けた者が悪になるという意味です。幕府と天皇に忠義を尽くしたはずの松平家は合図を追われ、まだ年齢一桁の子供だった父常雄は、兄弟たちと共に辛く苦しい生活を送りました。後に会津へ戻ることを許されるのですが、祖父と共に常雄たち兄弟が見た会津は、戦争の傷跡深く荒れ果てた地。苦難に耐え続ける会津の人々や、かつての家臣の姿を目に焼き付けた父常雄は、弟盛雄に家督も爵位も譲って分家を建て、自身は爵位を辞退、一平民としてゼロからスタートすることを選択します。祖父をいつまでも殿様と慕う会津の人々や、旧会津藩というだけで立身出世を阻まれる家臣たちを前に、安楽な道を選ばずに一人前となる努力を続けるという決意表明でした。そうして外交官として日本と海外を行ったり来たりしつつ、自由にのびやかに子供たちを育てていた松平夫妻。まさか父常夫の親友である樺山伯爵が帝名皇后の命を受け、節子様を安仁親王妃とするべく説得に訪れるなど、夢にも思わなかったそう。帝名皇后に仕えた母信子は、皇室に嫁ぐための教育を受けず平民として育った節子様が、どれほど苦労することになるかをよくよく理解していました。そのため最初の説得では、樺山伯爵が節子様と面会することにすら反対。しかし成果を得られずに帰国した樺山伯爵が、再び帝名皇后の強い意向を受け、2度目の説得に訪れた時には、これ以上は断れないと、ついに覚悟を決めることとなります。節子様の婚約が決定した瞬間でした。当時はまだお妃教育というものも存在せず、節子様は帝名皇后から直々に宮中のいろはを学ばれたといいます。叔母梨本の宮妃逸子様が、婚約から結婚まで3年の猶予があったのに対し、節子様に残された期間はたったの3ヶ月。節様はもう松平家のものとは思わないで、言葉も改めるように、進化の礼を取るようになった両親。
その両親からそう言い含められている兄弟。重圧の中、せわしなく過ぎていく毎日。悲しい気持ちが強かったとのことですが、一家で会津へ結婚報告に向かった際には、朝敵の汚名が返上されたと泣いて喜ぶ領民たちを目にし、ご自分を奮い立たされたとのこと。いよいよ結婚が近づいた9月、節子様は帝名皇后のお名前貞子と漢字が被ることから節子と名を改めました。松平家の節子だった日々が遠ざかることに物寂しい気持ちを抱きつつ、会津の津を選んでくださった帝名皇后のお心には喜びがこみ上げたそう。こうして1928年9月28日、ついに19歳の節子様と26歳の安仁親王の婚儀が行われたのでした。では次に、なぜ平民出身の節子様に白羽の矢が立ったのか、安仁親王との結婚までの日々を覗いてみましょう。世紀の大恋愛。お二人の結婚の際、世紀の大恋愛というロマンスに世間は沸き立ちました。しかし、当事者である節子様は、自由恋愛ではなかった、と否定されております。では、なぜこのような話が出たのでしょうか。母、信子が、帝名皇后に仕えていたということもあり、それに付き添って、節子様と妹、政子は、たびたび御所へ上がっていました。その際に、昭和天皇のまだ幼い末の弟、三笠宮高仁親王と3人で庭に出て遊んでいたといいます。昭和天皇、安仁親王、高松宮信仁親王の3兄弟は、年が近く共に育ちましたが、安仁親王とは13歳も離れていた高仁親王。すでに陸軍としての道を歩んでいた安仁親王は多忙で、その年齢差ゆえに高仁親王と遊ぶ節子様たちとは御所で出会うこともなく、月日は過ぎます。そんなお二人の初対面は、節子様たちが渡米の挨拶に御所へ上がった時。すでに16歳となっていた節子様でしたが、この時の目的はあくまでも帝名皇后へのご挨拶であるため、安仁親王とは特に会話もなかったそうです。しかし、いざ出航となった時に嵐の予報が入り、航海は延期。突然空いたスケジュールに一家は伊豆旅行へと出かけることになります。その列車に偶然乗り合わせたのが安仁親王でした。どちらへ行かれるのですか？そう話しかける安仁親王と軽く会話したことが初めての接触だったと言えるでしょう。ただ、目的地は別なため、それだけで分かれており、節子様の意識は安仁親王から離れ、楽しみな伊豆旅行へと飛んでいて、会話の内容すらろくに覚えていないのだと回想されています。次に出会ったのはその翌年の1926年、場所はなんとワシントン。安仁親王はロンドンのオックスフォード大学で少なくとも1年は学ぶつもりで留学したのですが、ロンドンに来て5ヶ月、入学からはわずか2ヶ月で帰国することとなりました。父である大正天皇の症状が悪化、宮内省から帰国要請があったためです。当時の最短経路であるアメリカ経由での帰国が決まりましたが、ロンドンを出航した3日後には、大正天皇崩御の無線電信を受け、お見舞いから葬儀列席へと帰国目的が変わりました。ワシントンの大使館でも喪に服し、節子様は帝名皇后のお気持ちをおもんぱかって、涙する母、信子を気にかける一方、慌ただしく安仁親王の滞在準備を進める大使館の空気に緊張していたといいます。大正天皇の崩御により、昭和天皇即位が確定。そのすぐ下の弟宮である安仁親王も繰り上がって、皇位継承権第1位に。当時の節子様にとって、皇室は雲の上の方であり、さらに身分が上となった安仁親王にどう対応すべきか、節子様も大使館職員たちも大騒ぎだったとか。到着された翌日には、視察や大統領への表敬訪問を行った安仁親王ですが、しばらく大使館で休憩したかと思えば、大使館職員や松平家の面々にねぎらいの言葉をかけ、嵐のように立ち去られました。おやつのお汁粉を運ぶ役割を節子様が担い、その際に少しお話しされていたとのことですが、忙しい中、ろくに会話もできなかったようです。こうした度重なる偶然を運命と呼ぶのでしょうか。お二人の間に恋愛感情があったかまではわかりませんが、ロマンスと言いたくなる気持ちもわかる気がしますね。とはいえ、お二人の夫婦仲は良いものでした。
慣れるまでは大変だと思うが、私もいることだし、あまり気にかけないように。一連の結婚行事で疲労困憊な節子様に、こうした優しい言葉をかけられた安仁親王。安仁親王は家庭内で軍の話はされなかったそうですが、結婚して1ヶ月、赤坂離宮で陸軍関係者約600名との接見があり、節子様も同席されました。安仁親王の上官に対する礼儀正しさや、身分差を全く感じさせない同僚たちとの活発なやりとりに、節子様は安仁親王の新しい一面を見た思いがして嬉しかったと回想されています。結婚してからはスポーツの宮様と呼ばれた安仁親王と今まで体験したことのない登山やその他スポーツを通じお心を通わされた節子様、秩父の宮の由来ともなった大和武尊伝説のある埼玉県の秩父山地へもお二人で行き、登山初心者である節子様は必死になって秩父神社のある三峰山登山に付き合われたとか。しかし五一五事件から不穏な情勢が漂い始め、青森県の弘前へ赴任していたお二人は信仁親王からの電話で226事件を知ります。以後お二人はスポーツに割く時間がないほどに翻弄され、時代も軍部の暴走から大戦へと突き進んでいったのです。戦時中こそたくましく。陸軍が中心となって軍部が暴走を始め、同じく陸軍軍人である安仁親王はその渦中に立たされました。226事件への関与の噂、秩父宮擁立運動が起こり、囁かれたクーデター説、皇族軍人たちがそれぞれ一部勢力の代弁者たる動きをしたことで昭和天皇との間に生まれた軋轢。第二次世界大戦が激化する中で昭和天皇と信仁親王の対立も目立ち始め、皇室でさえ足並みが揃わない時代となっていました。女は公務に口出しすべきではないとされていた当時、節子様もただならぬ様子の安仁親王を気にかけつつも、詳しいことはお聞きにならなかったそう。ただ太平洋戦争においてワシントンの大使館で親しくしていた山本五十六の戦死を伝え聞いた時、敗戦の予感があったといいます。カードや麻雀、お正月に大使館関係者みんなで行うゲームでも負け知らずの山本五十六を強運の持ち主だと常々思っていた節子様は、運に見放されたと感じたとか。東京の空襲が激しくなったのは1945年のことでしたが、1941年には安仁親王の結核療養のために静岡県御殿場の別邸へと移り住まれており、一足早い疎開となりました。宮様に少しでも精のつくものを食べていただきたい。戦争末期にはこの地でも食料不足が深刻となり、このように考えた節子様は麦わら帽子をかぶってモンペを履き、庭を耕す日々。モンペ姿で東海道線の三等車に乗って御殿場と皇居を往復する節子様のたくましいお姿に、病床の安仁親王も安堵されたことでしょう。この御殿場の別邸には昭和天皇と激しく対立した信仁親王も愚痴を吐きに訪れていました。1945年8月15日、安仁親王の病床に集った節子様、信仁親王、その妃の菊子様は揃って玉音放送を聞きます。地形の関係で電波が悪く半分ほどしか聞き取れなかったそうですが、敗戦の事実はよく伝わって一同は涙しながら励まし合いました。節子様36歳の時のことでした。英語と英国と節子様。安仁親王ご夫婦といえばイギリス、そう言えるほどにイギリス王室とも英語とも縁深いお二人ですが、特に節子様は皇室ナンバーワンのクイーンズ・イングリッシュの使い手でした。それはイギリス首相を務めたマーガレット・サッチャーがパーフェクトと称したほどのもの。節子様はお生まれこそロンドンでしたが、先にも述べた通り高校生まで英語とは無縁の生活でした。学習院時代も英語かフランス語かという選択科目でフランス語を選択しており、16歳で渡米するときにはこの時の選択を激しく後悔されたといいます。キリスト教プロテスタントの一派であるクエーカー系の学校、シドベル・フレンズスクールに通われた時は、周囲が何を話しているのか全くわからず、数学の万国共有さに感謝したとか。英語がわかるようになるまでは非常におつらかったとのことですが、
学友は穏やかで、何もわからない節子様を笑う者はおらず、英語がわかるようになってからは楽しいキャンパスライフを送られたそう。父が駐米大使の期間を終えて帰国しても、もっとアメリカで学びたい、青春時代のすべてはここにあったと回想なさるほどですが、その秘めた思いは安人親王との婚約により叶わない夢となりました。せっかくあなたは英語が身についたところで、気の毒だがアメリカ風の発音の、いわばアメリカ語だから正当な英語に直さなくちゃいけないね、そう父常夫に言われた節子様は笑うしかなかったそうですが、同時に皇室の一員となる以上フランス語も無駄ではなかったと言われ、あの英語が一つもわからなかった日々も報われる思いだったことでしょう。確かにアメリカ留学というアドバンテージはありましたが、称賛されるほどに美しい、そのクイーン・イングリッシュは大人となられてからの努力の賜物だと言えます。そして日本とイギリスは日英同盟という蜜月期間もありながら、第二次世界大戦以降は敵国となった複雑な関係。第二次世界大戦前夜の1937年、28歳となられた節子様は安人親王と共に昭和天皇の名代としてイギリスのジョージ6世の戴冠式へと参列されました。この頃の日本はすでにドイツと手を組んでおり、イギリスとしては複雑な感情を抱いていたはずですが、戴冠式と一連の行事における外国賓客の席次ではすべて日本がトップ。安人親王にとっても11年ぶりの来訪であり、複雑な情勢下でのこのご好意に大変喜ばれました。昭和天皇信人親王ご夫妻もイギリスを訪れた際には王室と深い交流があり、駐英大使だった松平一家の覚えもめでたかったといいます。戦争の記憶もまだまだ鮮明な1953年、当時皇太子だった明仁上皇が参列したエリザベス女王戴冠式での席次は13番目、ソ連の外相やサウジアラビアの代表と隣り合った位置でした。ナチスドイツとの同盟や捕虜虐待に対する怒りから対日感情が厳しい中、それでも滞在中には懇談の機会を設けるなど王室から配慮があったとのこと。1961年にはエリザベス女王のいとこであるアレクサンドラ王女が来日し、節子様がその接待を行いました。安人親王を8年前に亡くし、たった一人の秩父の宮となった節子様にとって、日本文化に興味津々なアレクサンドラ王女との日々は心慰められるものであったことでしょう。現在両国の関係は良好なものとなっていますが、その背景には節子様をはじめ皇室方の外交努力があったのです。医療と食の向上を目指して、朝敵という汚名を注ぐ希望の光、節子様が安人親王に嫁いだことで会津の人々がそう喜んだことは先にも述べた通りですが、節子様の功績はもちろんこれだけではありません。まずは結核予防会の設立。1939年30歳となった節子様を厚生労働大臣が訪ねてきました。彼は財団法人結核予防会を設立するため総裁を務めるようにという光順皇后のおぼし召しを伝える使者だったのです。昭和の初めは世界恐慌をはじめとして飢饉にも見舞われた大混乱の時代、特に東北地方の被害は大きく、弘前へ赴任していた安人親王はやつれた新兵たちから話を聞いてその実情を知っており、常々心を痛めておりました。そして栄養状態が悪く体調不良ともなれば蔓延するのが当時の死亡原因首位だった結核。予防と治療の進歩により欧米諸国ではもはや不治の病ではありませんでしたが、国民の50人に1人が罹患していた日本、国家予算を国防費へ大きく割いていたため結核予防については民間任せの状態でした。しかし新兵たちの栄養不足に過激な訓練が加わったことで軍人の罹患者が続出、戦争にも影響が出てきたのです。深刻な状態に光順皇后が50万円の資金を貸し、ようやく政府が予防治療に乗り出す土壌ができたのでした。総裁となるべく資料を取り寄せた節子様はそういった事情を初めて知って愕然とし、熱心にご活動を始められます。しかし皮肉なことに結核予防会を設立した翌年、安人親王が結核に罹患、長く終わることのない療養生活が幕を開けたのでした。二つ目は秩父宮農場。
戦後の泰人親王はイギリス風のカントリーライフを理想とし、自給自足を目標に掲げられました。戦時中の食糧難から続けていた家庭菜園の規模を広げ、その枠を飛び越し、さつまいも、じゃがいも、そば、かぼちゃ、とうもろこし、小麦、おかぼと様々な作物を育てます。また養鶏をはじめ、豚、ヤギ、乳牛も飼育しました。泰人親王は実業学校から講師を呼び、節子様や次女は鍬の使い方などを特訓したといいます。耕運機を取り入れたり、脱穀や製粉を電化して農家に貸し出したりと、様々な取り組みを行いました。成功も失敗も数多くありましたが、近所の方々から宮様の農事試験場と呼ばれ親しまれたこの農場。提案は泰人親王でしたが、長く続けることができたのは節子様の努力の賜物と言えるでしょう。秩父宮家の最後。1995年、節子様は86歳でこの世を去られました。泰人親王とは仲睦まじいご夫婦でありながら、残念なことに子宝には恵まれず、泰人親王と共に訪れた思い出深い秩父山地に由来する秩父宮も節子様を最後として途絶えてしまいました。残された16億円の課税対象遺産は半分が結核予防会に寄付され、残りの半分は親族が相続。秩父宮家に伝わる美術品や調度品は国に寄贈され、今も宮内省の蔵に眠っております。泰人親王が亡くなられてから約40年間、豊島ヶ丘墓地にある泰人親王と同じ墓所に葬られた節子様ですが、再会された泰人親王にこの40年間をどのように報告されたのでしょうか。父松平常雄から受け継いだ会津魂に支えられた節子様のご生涯は現代でも語り継がれております。今回は秩父宮泰人親王妃節子様の国際色豊かなご生涯を紹介してきました。平民としての生活から一変、皇室に入られて苦労された節子様。しかし素晴らしいクイーンイングリッシュを話されるお妃として活躍し、昭和天皇のすぐ下の弟として重責を担う秩父宮泰人親王を陰に日向に支えてこられた真の強い方でしたね。敗戦により朝敵とされた会津への心配りを忘れなかった節子様のお姿に、皆さんは何を感じられたでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。